はい、ということで、新ペジマラジオ始まりました。ね、前回は、前回というか、2本続けて収録してまして、でさっきね、マモさんとお土産交換する動画を撮ったんですけど、今、マモさんがちょっと休憩で席を外してまして、で2本目、コカ・コーラのエナジードリンクなんですけど、まあ、それを紹介するっていう。めちゃめちゃ YouTuber っぽいんですけど、今マモさんが今ちょっと休憩行ってる間に、次のね動画はこの、コカ・コーラ、なんかレッドブル的なさエナジードリンクがあるんですけど、まあ、これをちょっと飲んでみようっていう本当クソ動画を上げるっていう企画をね今からやるよって言ってるんですけど、ちょっと一回ねマモさんにドッキリかけたらどうなるかっていうのをちょっとやってみようと思ってまして、このなんかペヤング激辛ソースってこれがどれだけ辛いかちょっとわかんないんですけど、これをねこのエナジードリンクのコーラにもうめちゃくちゃ入れて、でマモさんに飲ませて、でそれでちょっとどんな反応するかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。 YouTuber っぽいですね。ちょっとこれの激辛ソースの魅力書いてみます。ちょっと一回食べてみますね。ちょっとどんな感じなんだ、どんな感じ。ああ、これ結構やばいかも。結構やばいぞこれ。意外と美味しい。でもこれ結構辛いな。で今からじゃあちょっとじわじわ食うの。マゴさんが飲む、コップに、これとこれをだいたい半々ぐらいで入れてちょっと仕込んでみたいと思います。マゴさんの方にはこれね、ちょっとどれぐらい結構いく、ここなんかちょっと下の方黒くなるぐらいいくか。あ、これやばい辛っ。で、これ分かんねえわ。でもコーラでいい感じ。よいしょ。はい、ということで、ちょっとね、下準備の方ができましたんで、ちょっとマゴさんが、帰ってくるのを、待ちたいと思います。待ってね。はい、ということで、始まりましたジメジメワイドショー。はい、はい、YouTube に移行して第2弾でございます。どうも。はい、ということでね、前回はお土産交換で、今回はこのコカ・コーラエナジーコカ・コーラのエナジードリンクを飲んで、ちょっとレビューしてみようっていう。そんなの面白いよ。いや、なんか YouTuber ってこんな感じなんですよ、結構結構、まあこの人 YouTuber ってすごい。まあ、なんていうんですか、まずは更新することが大事なんですよ。まずは、もしかしたら飲んだことない人からいて興味持つ人いるかもしれないですね。そうそうそう、だし、まあなんか動画をやっぱコンスタントに上げていかないとなかなか、なんていうかね、見てもらえないんで、まあ、まずは無理なくコンスタントに上げていくってこと。別になんかコカ・コーラから文句が来たりしない。しないです。みんなだってメントスコーラとかやってたりするんで、これは別に全然問題ないです。本当に。はい、なんで、今回は、このエナジードリンクのコカ・コーラ、しかもこれ結構出て結構経ってるんですよ、このコカ・コーラ。何今更これ取り上げんだよっていう話かもしれないですけど、もうネタがないからこれ、うん、で、まあ、そのうちね、ゲストとか呼んで
我々の本来のスタイルのトークとかもやるから、それまでは我慢してみてください。はい、ということで、飲んでいきたいと思います。はい、でですね、とりあえずちょっと僕まず飲んでみます。で、俺、一緒に飲むんじゃないか。はい、僕飲んで、でその後真帆さんちょっと飲んでもらって、ちょっと一回飲んでみます。僕先にね。コーラなの？それコーラの味がするの？ガラナエピス。コーラ、うん、コーラだけど強力カフェイン、ガラナエピス。なんかコーラよりも確かに ガラナの香り強いかも。意外とね、アップガラナって書いてた。うん、なんかこれなんだろうな、コーラっぽくないな。でもああいうレッドブルみたいな感じ。いや、レッドブルでもない。なんかチェリオとかで売ってるジュースっぽい味がします。だからなんだ、別にめっちゃ美味しくもないし、めっちゃまずくもないし、めっちゃ元気出そうでもないし、なんかチェリーコークみたいなやつか。そうそう、でもなんかね、全体的になんか中途半端な感じかも、これ。だからそんなこと言っていいの？それなんか怒られないの？いや、大丈夫だと思うんですよ、多分。でも逆に全部こう突出してないの、なんか飲みやすいかも。ちょっと真帆さん言っちゃってください。ちょっと、はい、結構飲みやすいです。どうする、どうする、もっともっと手を出す、もっと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 。なんか辛いよこれ。もっともっと手を出す、もっと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 って、これなんかなんかあれどうですか、なんだこれ。え、辛くないですよね。どうですか。え、いや、なんかなんだこれそんななります、そんななります。なんだこれ、辛いじゃんこれ、めっちゃ。マモさん、マモさん、てってれー、何それ。ドッキリです。ペヤング、激辛ソースを、あ、でもね、焼きそばみたいな。そうそうそう、エナジードリンクに、入れたら真帆さんはどんな反応するかっていう動画でした。で、ね、結構美味しい。え、結構美味しいですか。結構うまいよこれ。いや、それで逆に、あ、これ流行るかも。逆に美味しいですか。なんか今までのドッキリね、新しいパターンなんですよ。これだからさ、ソースみたい、確かにソースの味がするじゃん、はい、でもさ、なんかうまいかも。こんなドリンクある気がする。これに酒が入れたい。どういうことす、え、ちょっと俺もやってみようかな、そんな言うんだったら、うん、ちょっと待って、パターン。あ、でもなんかね、すっげえ意外と食べてきました。いや、これ結構俺もさっき食べたんですけど、結構ね、なんかここのこの辺からなんかじわじわくるんですよね。でもね、なんかドッキリじゃない。ドッキリ、うん、うん、ちょっと中途半端でした。そんな辛くない。意外とそんな辛くない。このソースね、美味しいんですよ、うん、マジであ、マコさん知ってんだこれ。知らないんだけど、多分このソースが美味しいんだと思う。なるほどね。これペヤングと、そのこの、なんていうの、ショーダシロリっていうの、これ欲しいかも。あ、じゃあまずこれ、これくれる？プレゼントします。なんか俺もっと、俺さ、自炊、ほら、もう俺の好きな番組、家事野郎だからさ、もうこのコロナ禍の時も、巣ごもりの時も、毎日ご飯作ってた。ああ、なるほどね。結構飲めるよ、これ。なんだよ、ドッキリで、本当だったら、これで真帆さんが飲んで、っつって、ブーって吐くとか、なんか、お前ふざけんなよってなるの期待したのに、普通に美味しいんじゃ意味ないじゃないですか。うん、美味しいけど。上がってくるから。いろいろ込み上げてくるよ。じゃあなんかそのこれ何ドッキリを仕掛けようとしたの。そう、なんか YouTuber っぽいじゃないですか、このドッキリ企画。ちょっとやってみたかったですよ。真帆さんにドッキリ仕掛けたらどんな反応になるかっていうやつで。YouTuber ってドッキリするの。いや、結構ドッキリします。だこれからも俺は真帆さんにドッキリをいっぱい仕掛けてるよ。パンさん、尾形じゃないんだから。ちなみになんですけど、俺のミスでちょっとの間ここに
これ出ちゃってたっていうね、慌ててこうスッて隠したんですけど、わざわざ気づいてなかったから危なかった、本当にこれ出てて、これやばいよ、スッて隠したんですけど、あ、でもね、これ癖になるかも、あ、癖になる、このコーラにこれ夏の暑い時にはいいかもしれないですよ。だから、うん、ね、これにちょっとある酒入れて、それで夏、なんかあるもんね、辛いその夏の酒って、ね、ありますよね。あ、じゃあもうこれはなんか飲み合わせとして成功しちゃったパターン、うん、だからね、ドッキリだったりね、そういう新しい飲み方を模索する方が確かにね、見てる方のにもためになるし、いいんじゃないの。いやでも釣ってやろうと思ったんですよ。だからこれ見てる、ていやいや、これ見てるその孫さん関係者のやつらを、孫さん関係者は見ないから、いや孫さん関係者のやつらは一切伝えないから、いや孫さん関係者のやつらはこのサムネ見ただけで、うわ孫さんドッキリかけられてるっつって、そいつらを釣ってやろう、騙されたな、お前らということで釣られてんだよ、お前ら、本当に。だから、ドッキリかけられてるっていう風に見たら、全然ドッキリじゃなかったっていう釣りってことでしょ。そうです、釣りです。だから、あ、マコさんなんかドッキリかけられて激辛食べさせられてる、うわ、ちょっと見たいっていう、その今までにマコさんに対して恨みを持ってるやつらを釣ってやったっていう。俺のこと恨み持ってる人いないと思うよ。いやいや、そうなんすか。いや、俺のこと嫌いな人はいると思うんだけど嫌いな人はいるけど、恨みは持ってない、恨みは勝てないと。俺嫌われてるけど、人に害は与えてない。なるほどね、嫌われてるけど害は与えてないから恨みは勝てないと。相手にされないだけ。じゃあ俺は釣れないじゃないですか、今回と。ダメじゃないですか。多分ね、家族ぐらい、ま、あマイファミリーぐらい、うん、ファミリーね、うん、ファミリーの方々が、まあ、これを見てなんかこう、スカッとしてくれたらちょっと嬉しいなっていうので、まあこれからそれもね、うちの会社だからザマミロとか思ってくる。あ、なるほどね。でも、ザマミロ、でもなんかね、意外痛い、痛くなってきて、うそ、じわじわ、うん、じわ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 、じめじめきてる、じめじめきてる。あ、これ良くないかもしれないです、体に良くないかもしれないって絶対に良くないんで、これはあの、ある種のドラッグ感がある、うん、ちょっと真似はしないでくださいね。良い子はね、本当に10歳以下の子は絶対にダメです。あのそれぞれ単体でこう美味しい量摂取してください。はい、ということで今回はね、マゴさんにドッキリを仕掛けてみたでした。どうですか、初ドッキリかけられて。うん、あのドッキリしなかったですよね、うん、俺もなんかドッ、いやでもなんか最初のあのなんかコップ見たときにちょっとなんかあの激辛ソースのなんか辛み成分が浮いてきててちょっと笑っちゃいそうそうな、グラスを傾けたらなんか赤いのが縁に、そうだ、辛子だよ。面白いですね、 YouTube 最高、こういう動画をいっぱい更新していこうと思います。じゃああのマコさん、マコ締めをお願いします。あのこの夏はこの辛さで乗り切りますということで、また次回のジメジメバイトショーでお会いしましょう。はい、はい、これ結構辛い、なんか